任せとけよい。義兄エースを救うため海軍三大将に挑んだルフィだが力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青生地、しかし白ひげ海賊団一番隊隊長マルコの翼が氷の刃を阻んだ。3人の侵入を許した。能力者は包囲壁を越えたからだ。湾内の海賊たちが妙な動きを。大津に向かって海を渡れ。何が何でも広場へ上がるんだ。マルチザン、それ何やってやつ、それで終わりだよ。おっとっと、マルチザン、マルチザン、ほら